今ですね、政府や自民党からの冷遇ぶりが目立っているというんですね。木曜日に自民党本部で行われました沖縄関連の予算を今議論する会議で、例年は沖縄県知事が出席していたんですが、自民党はですね、尾長知事から要望がなかったとして